まあ非常に簡単で、こうやってね刺して、せーの、はい、スタート。もう2秒。こんにちは、トラサトルです。今回はちょっと前にもねレビューしましたオリコというブランドの SSD、 コスパがいいですね、紹介します。今回は 2TB の大容量モデル、ミニ PC にいいんじゃないでしょうか。今回は内蔵用の SSD をレビューしたいんですが、これがですねめちゃくちゃコストパフォーマンス高いんですよ。以前もねレビューしましたオリコというブランドの SSD なんですけれども、ミニ PC を使っている方は必見の動画となっておりますので、ぜひね最後まで楽しくご覧いただければと思います。はい、今回のねレビューするのがこちらのモデルなんですが、 2TB ですね。夢の 2TB ですよ。もうかなりの大容量ですよね。で、PCIe4.0 というですねかなり新しめの規格です。まあ今スタンダードになっている規格と言ってもいいかもしれません。 PCIe5.0 も登場してますが、 5.0 に対応しているパソコンが非常に少ない上に SSD もめちゃくちゃ高いので、まあ今買うのに非常にバランスがいいのが PCIe4.0 だと思います。もちろん購入する際は皆さんがねお手元で使っているミニ PC とかねノート PC の規格を調べて、PCIe4.0 に対応していることをチェックしてから手に入れてください。でこれは NVMe M.2 っていうのは、まあ、SSD の形と思っていいと思います。これね、一番スタンダードなタイプになっているので、多くのミニ PC にね、増設できると思います。最高速度7000メガということでね、非常に興味深いですね。こちらですね、M.2 の2280というね、これね、2280というサイズになってます。もっと短いのもあるのですが、2280というのが一番よく使われているタイプとなります。ということで、早速ね、開けていきましょう。こちら箱の中身を出してみました。まずね、これ説明書紹介したいと思いますが、各国語対応なんですけれども、日本語のね、説明もきちんと結構丁寧に書いてあるので、問題なくね、初心者の方でも使えると思います。まあ見なくてもね、基本的には大丈夫だと思いますが、やっぱりですね、この辺ですね、重要なのはこの辺になります。これ何かというと、まずね、これ SSD の本体ですね。まあ静電気ないような状態で、触ることをお勧めします。まあ手袋とかしなくてもいいと思うんですが、静電気でバチッていうと壊れてしまう可能性があるので、まあそれはね、逃がした方がいいと思います。家にね、ついてる金属とかにね、触ると逃がせると思います。で、こちらがですね、本体ですね、SSD の。で、これシリコンのゴム2枚ね、サーマルパッドと言ってもいいと思うんですけれども、放熱のためのね、ゴムがついてます。で、この SSD をここに乗せて、このね、ゴムを貼り、SSD を乗せ、ゴムを貼り、シリコンゴムですね。で、上からこのケースができるわけですよ。これ使うかどうかは、パソコン側のですね、高さとかによって変わってくるので、使った方が熱逃せるんですけれども、合わない場合は使う必要はありませんというか、使えないのでね、合わない場合は使いません。これだけ貼っても、こういうふうにね、これだけ貼ってもいいと思います。そこはパソコン側のスペースの状況で変わってまいります。今回はね、こちらのミニ PC に増設していこうと思います。ミニスフォーラムのですね、UM890 Pro と890ですね、Pro というモデルです。で、このパソコンはですね、実は SSD のスロットが2つあります。ちょっとね、見ていただきましょう。ここにね、M.22280 PCIe4.0 SSD が2。空と装着ってなってますよね。1個はもう最初から入ってると。で、1スロット空いてますよという形になります。ここにね、増設していきます。はい、今ね、内部にアクセスしました。こちらがね、最初から付いてる SSD です。で、ここがね、空きスロットになってます。で、サーマルパッドがこのモデル最初から付いて冷却するようになってるので、このモデルに関しては、先ほどね、紹介した SSD に付いてきたサーマルパッドやね、クーリングの仕組みを使わなくてもいいかなと思います。なので、今回はね、使わずに、ここにね、直接増設していこうと思います。まあ、非常に簡単で、こうやってね、刺して、こう止めるだけなんですけど、ネジがついてますので、これをね、外します。はい、最初からついてるネジを取り外します。はい、外しました。で、ここにですね、オリコの SSD を装着します。こんな感じですね。こんな感じで装着できますね。しっかりと差し込みましたので、ネジをね、外したネジを止めていきます。とてもね、ミニ PC の場合は簡単です。ノートパソコンだと、まあ、本体開けるのがね、大変だったり、開けると保証が効かなくなったりしますが、ミニ PC の場合はこれだけなんで非常に簡単です。で、ここのサーマルパッドが、ここのね、SSD にくっついて冷やすように、してあげればいいわけですね。こんな感じです。
はい、増設したらね、あとはネジを4つ締めていけば完了です。それではね、増設が済んだのでパソコン起動していきます。増設終わったんですが、実はまだね C ドライブしか見えないんですが、これはこれでいいんです。実はねこれで正しい挙動なんですね。では使えるように設定していきたいと思います。それではね設定しましょう。スタートメニューの上で右クリックします。するとここにディスクの管理というのがあるので、これをクリックしましょう。するとねこのようにねディスクの初期化というメニューがもう自動で出てくるので、このままね OK を押します。はい、するとここにですね、これがねこの上が OS がインストールされている最初からついてきた SSD ですね。でこの下がですね新しい SSD ですね、未割り当てとなっているので、これをですね、はい、新しいシンプルボリュームで、はい、次へと、もうね次へ次へやっていくだけで、大丈夫です。でここでねドライブを変更することもできます。 C ドライブの隣で、僕は D ドライブのままにしますが、例えばねこれ G にしたいとか、まあ皆さんのねお好みでドライブに割り当てる文字を変更することも可能です。はい、でこれでねあとは次々に進めていけば完了します。とっても簡単ですね。これで C ドライブと D ドライブになりました。ではね、ちょっとねエクスプローラー開くと C ドライブの隣に D ドライブができましたね。 2TB のハードディスクですが、実際使えるのはこんな容量という形になります。ではねちょっとベンチマークを計測してみましょう。それではね定番のベンチマークアプリですね、クリスタルディスクマークで計測していきたいと思います。スタートします。ということでベンチマーク終了しました。スペック通り出てますよね。7000メガですね。いいですね。超高速ということで、これね外付けのストレージに入れてもいいんですが、ここまでの速度はねやっぱり出ないんですよね。途中がねボトルネックになったりしてね、本当にこの速度生かそうと思ったら内蔵がおすすめです。ただ最後にお話しますが、値段めちゃくちゃ安いんで、外付けのストレージのね SSD のボックスに入れちゃってもいいかなとは思います。ということでね、ちょっと実際ファイルをコピーしてみましょう。ここにですね今動画のファイルがあります。これいつもねベンチマーク等で使ってるんですが、 3.88GB ですね、こちらにサイズ出てますけれども、このファイルをですねボリューム D ですね、増設した SSD にコピーしてみます。どれぐらいのね時間か楽しみですね。それではいきます。せーの、はい、スタート。もう2秒、計測のばらつきの方が大きいというですね、2秒ぐらいでいきました。めちゃくちゃ高速ですね。これはやっぱり非常にいいと思います。で、もう一度ね見ていただきますけれども、今回ですねメインの C ドライブ、これミニ PC 買った時からこのドライブの構成でした。そこに 2TB を追加したわけですね。でどうやって使ってもいいんですが、1ドライブじゃなくて2ドライブっていうのも結構良くて、ファイルを保存をね、C ドライブにしておいて、D ドライブにバックアップを取ってもいいわけですよ。重要なファイルだけね。でもしくは、逆にですね、D ドライブに動画をどんどん保存して、2TB のね、容量があるので使うという利用方法でもいいと思います。とにかく高速なので、待ち時間が少ないっていうのが非常にいいですよね。しかも見ていただいた通り、とっても簡単に増設できました。ミニ PC にはね、最高の SSD ではないでしょうか。今回はですね、こちら、オリコのね、SSD、これ、O7000 というモデルになります。2TB のモデルをレビューしました。いかがでしたでしょうか。ヒートシンクもね、ついておりました。3D 難度のですね、SSD となります。最大のね、連続読み出し速度が7000メガ、書き込みが6500メガとなっております。PCIe Gen4×4 という形になります。で、ポイントがですね、なんと5年保証ついてる。っていうのがいいですよね。安心ですよね。そしてですね、気になる価格ですが、クーポンを適用するとですね、なんと 14,182 円ということで、非常にコスパ高いと思います。これね、14,000円で 2TB 増設できるってめちゃめちゃいいですよね。グッジョブ。これミニ PC のいいところでもありますよね。ノートパソコンってなかなかそういうことは難しいですけれども、ミニ PC ね、モデルさえ選べばですね、こんな形で増設できるわけですよ。まあ、これから買う方もね、ぜひ見ておいていただいて、スロットがね、空いてるモデルを、ミニ PC を選ぶのもいいと思います。で、後日ですね、メインの SSD を交換する動画も作りたいと思ってますので、そんな形でね、スロット1本しかない方も高速に使えるというわけです。いかがでしょうか。今回はですねオリコの SSD を7000レビューしました。いかがでしたでしょうか。レビューしたのは 2TB ですけれども、他の容量もねあります。ニーズに合わせて選んでみてはいかがでしょうか。意外にね簡単に増設できるので、ぜひチャレンジしていただきたいなと思いました。
今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。メンバー先出しのね、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信、それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。で、この戸田悟ファンクラブでは、抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。